るんだから。あの、あ、いえいえ、社長秘書のののさんです。いやあの、社長とは愛人関係っていうのはほんまですか？社長もなんかリゾート帰り。なんかサングラスかけてたから怒られる。ご相談にお任せいたします。ただ ありがとう、すいません、あの精一杯やりますからと。あ、やだ、ちょっと消えていった、消えていった。ありがとうございます。どうぞ拍手を。いや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 、そうやったんや。ずっと思っててな、な、ずっと思ってる、怪しいと思ってたな。いや、あのね、私たち今日ね、いつもスーツじゃないですか。でもあの今日はね、海外出張行った帰りでね、用ではないんですわ。だけどもどっちみたいに、頭ぐちゃぐちゃでしょ。飛行機で台本出たね。ほんで、あの、何ですかこれ、あのどこ行ったんだっけな、モールジュペって現地のこう営業所をね、ちょっと見に行ってね。でそこであのやっぱりこんな椅子作ってほしいいうことで、椅子持ってたんです、あの例の椅子を。帰りな、行きしは行けてんな、あのへこみの部分に人形入れといたから。帰りしな、あのペーってあのセンサーで引っかかる。そう、開けられて、ほんであのスケベイパーって言うんだ、あの特殊形状椅子ちょっと没収されたんですよ。あかんのちゃう、営業ちょっとやってて。そうなんですよ、その人形をちょっと向こうで渡してしまったからね。うん、やっぱりあのへこみの部分に何か入れとかな。なんかそういうね、あの今日はそんな感じで、まあ、あの疲れてるから頑張るわ。ちょっとあのあれやけど、柄悪いけど。いや、びっくりした、あの秘書のののさん。ね、あの、ののさんと社長はあの違うビジネスクラスの人。ファーストまでちょっと行かない。うちらめっさい好みやってんけど、ね、ほんまひどいよね。もう社長ももうおれへんし、どこ行ったか分からん。社長むちゃくちゃ怖い。ザ・フーズ脱ぎも。もうええ。いやでも社長も向こうでね、すごいご飯とかおごってくれて、あらね、ありがとうございます。なんかお姉ちゃんのお店とかね、連れててもらってね、なんかすごい経費がすごいことになってるんでしょ今。ビデオ視聴料、知らん経緯かな。また、ここもあれ、虎の巻きないと、あかん、こら、これ。よく悔しい、覚えてくださいよ。ということやね。じゃあ、まあ、そんなんです、まあ、ちょっと眠たいけど、そういうの行こうかな、思って。行くかな、思いますけど、やってもいい？行くよ。普通やっていいな。行きまーす。あなたはすぐに写真を撮りただろう。私はいつもそれをやがるの。だって写真絶対の踊る。
めっちゃびっくり。なんか、なんかあれ。ハマったこれ。決まったらこう邪魔していいもんなの。ねえ、もう本当にもうちょっと、ま、戻られへんかったわ。もうあなたのは慣れてんねんもう正直。何されてもすぐ待ってて何も戻るけどちょっと意外やったんでびっくりだね。ということでね。そうやね、めっちゃ似てきてんねんもうほんまに。じゃあほんで、あのね、あの、まあ、その社長ね、今、あのちょうち派遣社員が一人入ってて、コピーとかこう総務やってくれてる子がいるんですけど、めっちゃ歌うまいって言って、ほんで、社長はね、あの若い子好きやしね、歌うまい子好きやからね、あの一曲歌わせばなって言ってきて、で、今日歌ってくれるみたいなんですけど、ね、あの派遣の、ちゃんと ID つけてる？ほんまにね、今までね、きっかけでね、私が普段できひんことまでやってのけてしまって、次のスケベの私、誰か来る？待ってやろ、みんな、やばい。Thank you.
できないの。あ、かおりです。めっちゃ逃げるように走った。すごい、さすが。噂には聞いてたけども、さすが。スーパーフライ、うまいね。いや、今シーナー君やから。知らんくせに言わない。着替えに行くんか。はい。ね、北さんさっきね、8月8日のなんか出るバンドの話してたけど、うちも出るんですけど、言ってくれてなかったね。言ってなかったで。ずっと言ってた、コピーバンドです。はい。誰か、オレンジなんだ。ごめん、嘘やろ。聞いてーな。8月8日のやつね、引き付け例も出させていただきますので、どうぞよろしく。今度、対バンですので、よろしくお願いします。はい。そんなわけで、まあ、最後の曲となりました。まあ、リンゴばっかりやってたんで、スキップビートをね、久しぶりに、去年の、いつぶり？わからんけど、いつかぶりにやります。わからないぶりやります。はい。じゃあ、それでお別れしたいと思います。どうも、今日はありがとうございます。どうぞ。